はい、改めまして皆さんこんにちは、チャンネルへようこそ。いつもご視聴いただきありがとうございます。ここ何区なのかな、鈴木湖かな、神奈川県ですね。今日は SL230 です。よろしくお願いします。古いね、バイク仲間のところに、はい、ちょっと用事があって遊びに来ました。いや懐かしいんですよね。私が S 買った頃からまあお付き合いがあるね、まあ ZRX 乗りの方ご夫婦なんですけど、懐かしい。だからもう20年近い、お付き合いになるんですね。ちょうどほらみんなZRX にね乗り始めた頃だったから、まあカスタムのことだったりいろんなまあ情報だったり、やってた頃だったんだね、盛んに。だからまあ今は動画がメインになってますけど、ホームページとかね、ミクシーとかさ、そういうのでやり取りして、第三京浜保土ヶ谷であったり、まあミーティングがあれば浜名湖行ったり箱根行ったりね、してた、まあ古くからのまあバイク仲間、ZRX 仲間なんですよね。今もね、ご夫婦揃って ZRX1200R をね乗られてるんですけど、すごいですね。まあ当時 ZRX 乗ってた人でもね、もう違うバイクを乗ってたり、もうバイク乗ってないとかねいう人もいっぱいいらっしゃると思うんですけど、まあ私の S がねもう2002年式ですから22年ぐらいになるんですが、まあその当時のねバイク仲間、 ZRX 仲間の方々はね、まあまあすごい方がいっぱいいらっしゃるんですよもうカスタムでね、まあ私のはほとんどノーマルに近いんですけど、でも未だにねこうやって声かけてもらったり、元気ですかみたいな形でねお会いできてるっていうのはありがたいですね。まあ20年も前の話ですからね、40歳の過ぎた頃ですよ。60過ぎてね、まあ年もね、ほとんど同じなんですよね。だから当時からこうよくしてもらってね、まあ私が S のミーティングやった時とかはね、天候が悪い中、来てくれたり、いや本当、懐かしいですね。いやとても20年前の出来事とは思えないんですけどね。だからまあ別にバイク乗りじゃなくてもそうかと思うんですけど、こうやってね久しぶりに会えば、まあ昔話に花が咲くんですよね。ああだったこうだった、あの人は今どうしてますかとかさ、あんなことあったねとか。いや本当ね、だけど別に一緒に走ったわけじゃないですよね。一緒にツーリング行ったりしたことはないかもしれないな。まあちょこちょこっとね、走ったことはあるかもしれませんけど、例えばじゃあどっかで待ち合わせして箱根行きますかとかって、その一緒にねずっと待ち合わせして朝から箱根行って帰ってくるとか、そういうツーリングは多分したことないと思うんですけど、それでもこうやってね未だになんかお付き合いさせていただいてるっていうのは、ありがたいかなと思うんですよね。そう、そんなことがあってね、ちょっと今日は、その方のご自宅まで、来た帰りなんです。さあ保土ヶ谷パーキングやってみますか。ウェルカム保土ヶ谷。今日は日曜日ですから、まあ何台かバイクがねいると思うんですけど、でもさっきななんかパラパラ雨も降ってたからどうなのかな、ちょっとわかんないですけど、
誰も知ってる人はいないです。はい、ということで、第三景品まで来てみましたということですね。まあ少しっす。はい。